吉村和文は日本の実業家。ダイバーシティメディア、ムービーオン、東北ケーブルテレビネットワークなど、複数の企業で経営者を務めている。山形市長や山形県議会議員を歴任した吉村和夫の長男として、山形県山形市に生まれる。政治家である父の背中を見て育ったため、いつの日か自分も正解りしたいとの存念を抱いてきた。 1990年、父は、雪辱を期すため、山形市長選に再出馬するも、金沢忠夫に赤敗する。父を支援するために二度にわたって、サラリーマンを辞め、秘書として奔走していた吉村にとって、現実はあまりにも厳しく意気消沈するが、気を取り直し政治ではなく、メディアによって山形を変えようと思い立ち。 同志を募り県内企業500社に日産市50社から200万円ずつ出資を得て92年資本金1億円でケーブルテレビ山形を設立2011年6月同志社社長に就任する2013年に創立された山形県に誕生する男子プロバスケットボールチームパスラボ山形ワイバンズの設立を主導したほか 翌年7月には、オールジャパンプロレスリング会長に就任し、株主として支援するとしている。地盛り新名義で作詞家、作曲家としての活動も行っており、村井美樹に、サイレントシーン、ノスタルジアを提供した。AB、私の天気ケーブルテレビ、山形社長、吉村和文さん、朝日新聞宮城版2013年10月24日、山形のプロバスケチーム、 名称、バイバンズに山形新聞。http コロンスラッシュスラッシュマ a m a GATA-NP.jp ダッシュスラッシュニューススラッシュ2零一三一零スラッシュ2四スラッシュ KJ2 百三十一億二百四十万四百八十九 p h p 二千十四年七月十三日閲覧。山形のプロバスケチーム運営会社、小額投資ファンド設立。下北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201403/2014032154004HTML2014 年7月13日閲覧ケーブルテレビ山形プロレス関連に出資申請全日本会長に吉村氏 山形新聞。http コロンスラッシュスラッシュ y a m a g a t a n p j p スラッシュニューススラッシュ201407スラッシュ04スラッシュ kj2 兆140億7040万 61php 2014年7月13日閲覧。ナンバーウェブ全日本存亡の危機で看板守った秋山の挑戦から新社長就任でババイズム継承を 文芸春秋。http コロンスラッシュスラッシュナンバー .bunshun.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュハチ二一二三七グノシー二〇一四年七月十三日閲覧。ありがとうございます。